キシナウ国際空港は、モルドバ共和国の首都、キシナウから1 3キロメートル離れた郊外にある国際空港である。以前は、リシカの加郊外に位置しており、戦艦機に建設された。1927年に初の旅客便の運航を行った。1960年まで営業を行っていた。1960年、現在の場所に空港が開港。 1970年代に収容能力を向上させるために新たにターミナルが建設された。1987年、旅客数は年間100万人に達しソ連の都市間を結ぶ拠点空港となった。1990年9月13日、最初の国際線となるフランクフルト便の就航が開始された。百九十五年五月十一日に、 国際空港となった。2000年、空港の近代化工事が完了した。出資額は、モルドバ政府から300万ドル、欧州復興開発銀行から900万ドルであり、工事は、トルコの建設会社によって行われることになった。2008年4月15日、モンテネグロの企業エレドロメクルンゴーアとの協力応募描きに署名した。 2009年5月22日にドイツの空港運営会社アビアライアンスがキシナウ空港近代化プロジェクト2の設計作業の入札の勝者として発表された2020年1月現在ありがとうございます